今回はこのデザインカッツからこのアウラ、ラウンドサウンズセリフについて説明します。これはもう見た通りで、フォントそのものです。要は OTF とか TTF とか WOFF を支給されてて、こういうサンプル画像がこういう感じであります。いくつかありますね。こんな感じです。こういうふうにラテン文字にも対応しているということですね。で、今回はこの図形、このサンプル画像の図を、画像 JPEG ファイルにして、で SVG ファイルにして処理する。あとこのミルクシェイクのこの瓶とこの箱も 3D として作ってます。あとこれですね、この瓶に対してこういう文字を入れるという。で、この瓶に少しこう模様がついてると思うんですけれども、これもあえてつけてみました。で、チャートで見ると、今回はフォントですので、コンテンツはここにある通り、ファイルがあります。サンプルイメージにもテキストがありますと。で、アフィニティデザイナーでは、フォームとして、大文字の A から Z、小文字の A から Z、数字の0から9、あとシフトキーなどを押した時の特別文字を、タイピングをして、このアウラというフォントを選択して、で、コンバートトゥーカーブズで SVG ファイルとして出力をすれば、今回の場合はブレンダーでそのままインポートして、文字の、非表示というかミスもなく OK レベルでした。で、あと、ここにいくつかサンプル画像を入れてますけれども、例えばこれですと、ここに瓶があって、ここに文字がありますけれども、こういった感じでブレンダーで作成してますし、あとこれですね、先ほども説明した通りでして、これ全体をブラックで、背景の緑色を白にして JPEG として出力で、外部サイトで SVG ファイルを作って、でそれをブレンダーでインポートするとこういった感じで、この図形も含めてですけれども、 3D にすることができます。で、私の、パソコンの中にあるクラフト CMS で簡単に説明すると、まずこういった大文字の A から Z、小文字の A から Z、あと数字に特殊文字がここで1つ、これが2つ目、3つ目、4つ目ということで、サンプル画像の文字列に従ってこの辺りはちょっと変えてますけれども、あくまでもこのアウラというフォントを選択した結果として、あと、タイポグラフィーも含めて、形が違うものをより表示するようにということで、ここに、こういう形でアフィニティデザイナーで作成をします。で、その後、ちょっと色を変えてますけれども、これはアフィニティデザイナーの中で、カーブズ処理をして、で、このまま SVG として出力をします。で、これがブレンダーでインポートした結果で、ちょっと厚みをつけてますけれども、こういうふうに全く問題なく。で、これがラテン文字ですね。これも問題なく。変換されてないところもありますけれども、おおむね OK レベルですね。で、これが実際の、こちらがオリジナルのラテン文字で、こちらがアウラという今回のフォントを使った状態ですね。こういうふうにちょっと対応表がないと、私もよく分かんなくなっちゃうんで、で、こういった形でブレンダーでこのプレーンを使ってちょっと模様をつけたり、あとここにちょっと植木をつけて、この影をこの壁にこう映して、サンプル画像により近い状態を作ってます。これが正面から見た図ですね。ちょっとラテン文字は細いので、こうやってよく見えないんですけれども、
こういったことができますということで、問題なく 3D にすることが可能です。で、こちらがサンプル画像から、テキスト文字がありますので、それをアフィニティデザイナーで打ち込んで、で、もう当然 OK レベルなので、そのまんまブレンダーでもこういった形で 3D にもできて、まあ、正面から見るとこういった感じになります。で、ここもラテン文字ですけれども、マルチリンガルということで対応してますというのもサンプル画像の中にありますので、それに従って作成したものですね。はい。で、次にこのボトルですけれども、まず黒をバックにしてこのテキスト文字だけを作ったものですね。アフィニティデザイナーで、作りました。で、これがブレンダーで、このボトルは実は 3D のモデルで、フリーのものっていうのはこの瓶に限らずいろんなものが提供されてますので、それをもとに今回は作ってます。で、先ほどの黒に白文字を貼り付けてるだけです。で、あと背景として、これはサンプル画像にあったものですね。後でも説明すると思いますけれども、そこから、まあ、JPEG ファイルから、SVG ファイルにして、で、こういう図形っていうのができますので、で、それを、ここに配置して、で、照明でこのバックにこのように、影を作って、で、この枠がカメラの、範囲なんですけれども、撮影するとこんな感じになりますということですね。これはまだ、模様がついてない状態なんですけれども、模様としては他のコンテンツでこういう模様が PNG ファイルであったんですけれども、これを JPEG ファイルにして、で、これが設定なんですけれども、まあ主にこちらですね。ここの設定をすることによって、まあ、ここにちょっとうっすらと模様がついてますけれども、こういうことができて、最終的には、まあ、ちょっと遠目なんでよくわかんないかと思うんですけど、この辺りちょっと模様がついてますよね。さっきのこれですね。この模様がついてるということです。こういうことがこの設定だけで、ここで画像を変えるだけで、簡単にできます。で、次に、ミルクシェイクというボトルに関してなんですけれども、まず箱のデザインをアフィニティデザイナーの方で、まあ、こういった形で作ります。こちらが箱の状態ですね。これから JPEG ファイルとして出力したものがこれです。で、こちらが瓶に印刷されている状態で、まあ、同じように四角く作って、まあ、このミルクシェイクというのを横にして、で、出力したものがこういった感じですね。で、ブレンダーで処理するとこんな感じです。こちらの箱の方はキューブで作ればできますので、で、この正面だけのデザインなので、こちらの側面の方は今回は意識して作ってないです。で、こちらのボトルの方は、これも 3D のモデリングということで、フリーで、入手することができるものを使用してます。で、そこにこちら面だけ貼ったものです。向こう側は今回はちょっとケアしてないので、真っ白なんですけれども、まあ、こういった感じでできて、レンダリングするとこんな感じです。サンプル画像により近いものができるということですね。これがサンプル画像ですね。これに合わせて作成したものですね。で、あと、これですね、サンプル画像。こういうのがあって、この図形がちょっと欲しかったということで、これ全体を処理をしたということです。で、アフィニティデザイナーでこのバックを白で、文字とかこの図形のところを黒にするには、まあ、ここに設定があるんですけれども、このように設定すればこういう状態ができます。で、これを JPEG で出力をして、外部サイトで SVG ファイルを作って、で、ブレンダーで処理するとこういうことができますということですね。
こんな感じです。正面から見るとこんな感じになります。で、実際のまずアフィニティデザイナーではこういうふうに4つのレイヤー、こう4つレイヤーあるんですけれども、大文字の A から Z、小文字の A から Z、あと数字0から9と、あとシフトキーを押した時の特殊文字をここに並べているものを4種類、並べて、あとはもう、ここにタイポグラフィーがありますので、これで適当に選んで、あるいはここの部分はサンプル画像に従って、この文字列を変えて作成してます。で、ここから、カーブ処理押して、レイヤーをこのように選択をした後に、このレイヤーのこの Convert to Curves をクリックすれば、これが全部自動で一瞬でカーブ図になります。で、その後ファイルのエクスポートの SVG で出力をすれば、今回の場合は Blender でも OK になりますので、全く問題なく使えます。で、こちらがラテン文字ですけれども、ラテン文字もこのように私の方でもう作っておいて、で、こちらがオリジナルですね。で、こちらは今回のフォントに変換したもので、まあ変換ができてないものもありますけれども、まあサンプル画像で表示されているものはここに全部入ってますので、で、こういった形でやって、で、これも先ほど説明した通り、これでレイヤーを選択して、ここで Convert to Curves で、その後ここでエクスポートの SVG と出力をすれば、これも基本 OK になります。で、次にこちらがミルクシェイクの、デザインですね。この4つ、ここの部分は全てペンで描いています。こちらの周りはもう適当に円になるように作図しているもので、このミルクシェイクとか、ここのカウミルクとかっていうのは今回のフォントを使ってます。で、ここの四角はこれですね、レクタングルツールを使ってやってます。で、瓶の方も同じように作っていきます。で、もう一つ、これが図柄の入ったやつですけど、これはこういう感じでレベルの調整をします。レベルはこのアイコンの左から2つ目、ここにレベルズってありますので、それをクリックして、ここをグレーにして、まあ、ここにポッチがありますけれども、このようにやれば基本これは白黒というか、バックが白で文字が黒になります。で、その状態でファイルのエクスポートで JPEG として出力をすれば、外部サイトで SVG ファイルを作ることができます。で、次にブレンダーの状態ですけど、これがまずサンプルの、フォームというか、基本の文字を作成したものですね。正面から見るとちょっと細いので分かりづらいんですけれども、これ斜めから見ればちょっと厚みをつけてますので、こういった感じで一応 3D にもできてます。で、ほぼというか全て、問題なく再現してますので、これはこれでそのまんま、もうブレンダーの中で文字列をここから選択をして、いろいろデザインをすることもできます。で、次にこれですね、ラテン文字。これはここに鍵をつけるために、まあ、こういう植物を置いてますけれども、これ正面から見ると、ましてカメラ目線で見ると、ここの部分っていうのは、まあ、消えてるというか、要はこのカメラの枠から外れる状態にして、で、ここの影、照明を右から当てることによってここに影が映るんですけれども、その影を利用してるという、それを得るために、まあ、わざわざこういう植物、これも無料で手に入るものなんですけれども、それを使ってます。
で、この背景も、これですね。この背景もこれプレーンです。プレーンで作って、私の場合ここに、ブレンダーキットを入れてますので、この左から2つ目のこのアイコンがマテリアル、こういう形で、マテリアルのサンプルが出てきますので、まあ例えばこれ白とかグレーとかってここに入れれば、それに関するものが出てきますので、あとは自分の好みに合わせて、クリックすれば、まあ、こういった形で模様ができるというか、それも簡単にできますので。で、これが、ラテン文字ですね。で、次にこれですね、図形。これがまあカメラ目線ですけれども、この斜めから見ると、まあ文字も含めて今回 JPEG ファイルにして、で SVG ファイルを外部サイトで作って、このようにブレンダーで 3D にしてますので、でこの背景は先ほどと同じようにプレーンから作って、ここのブレンダーキットでまあこういう模様を、まあこれは確かグリーンと入れて、まあ、こういう模様を選択をしてつけただけですね。で、この文字も SVG ファイルは黒ですけれども、まあ、白に変換して、これですね、ここをクリックして白に変換して、こういった感じでできます。この図形は、この図形そのものはここにデータがありますので、これをまた別のところで使おうと思えば使えます。次にミルクですけれども、ここにボトル、まあ、無料で手に入れたボトルと、あと箱、これはキューブを使って、まあ、適当にこういう形を作って、で、まあ、例えばこの箱であれば、このシェーディング見れば、まあ普通はこことここが表示されるんですけれども、ここをクリックした状態でコントロール T とやれば、ここの3つの濃度を表示します。で、ここでイメージファイルを選択をすれば、ここに模様というか画像が表示されます。で、ここの微調整が必要で、 UV エディティング、これを使って調整をします。要はここの枠に入るように調整します。これの場合はこちらの瓶の状態ですねを合わせるために、この UV エディティングっていうのを使います。で、結果としてこういう感じになります。こう裏側は何もケアしてないので、もうめちゃくちゃになってるというかになってますけど、まあ正面から少し斜めに見た状態だとまだ見れる状態ですから、まあこういうことができますということですね。今回のコンテンツを使えばここまではできます。で、最後にこれですね。これも同じように、この瓶に関しては 3D のモデリングということで無料で手に入るものを使ってます。で、これは先ほど説明した図形を使って照明を当てて、このバックに影を作ってます。で、これ影をよりこうやって鮮明にするには、ここに設定があるんですけども、ここは EV を使ってるんですけれども、このシャドウズのこの数値を変えることによってより鮮明にすることができます。この影を映さないっていう設定もできるし、この影を、歯抜けっていうか歯線みたいにすることもできるので、それは好みに合わせて各自やっていただければいいかと思います。で、このようにこうやって模様がついてますよね。こういう感じで、これはシェーディングで見ればこんな感じで、まあ、例えばここですね、ディスプレスメントをここつけて、まあ、ここ数値を変えて、でここをクリックした状態でコントロール T を押すと、ここに濃度ができます。で、ここで、JPEG ファイルを指定することによって、先ほどの模様、こういう模様ができます。
ここの図形を変えればこの模様も当然変わっていきます。で、この模様をより鮮明にするか、あるいはぼやかすかっていうのは、ここの数値でどうにでもできます。で、あとこちらがこのテキストも含めた黒の背景の白の文字の図形、画像をここで指定してます。で、これはもう直接カラーからこのベースカラーに直接結んでもいいんですけれども、一応こういう設定にしてます。まあ、これを参考にしてやればこんな感じでこうやって模様をつけることができます。で、もうこういう感じですね。これはあくまでも影をつけるためにここに置いてるだけで、こういう感じのものでカメラ目線にするとこんな感じで、この枠がカメラの枠そのものですから、ここにあってもそれは映らないというか入り込まないというか、まあ、こんな感じでできます。ということで、今回のコンテンツは、まあ、フォントなんですけれども、まあ、サンプル画像にいろいろな例がありましたので、それに倣ってよりそれに近いものをちょっとブレンダーで作成してみました。ということで、今回の説明は以上になります。